中国の競争馬。タフに長く走り続け、ウッドワードステークス4連覇などの記録を残した。通算成績は57戦34勝。エクリプス賞1974、1975、1976年度、代表馬。20世紀のアメリカ名馬100戦、第8位。本馬を記念し、サラトガ競馬場で、フォアゴーステークスが行われている。 3歳の1月にデビューし、7戦3勝の成績で、ケンタッキーダービーに出走する。ここで、セクレタリアとと生涯唯一の対戦となるが、セクレタリアとの脅威のレコードの前に11馬身さんの4着と、乾杯を喫する。その後は、上昇気流に乗り、9月には、ベルモントパークのダート8ハロンの一般戦で、コースレコードを樹立。11月末のローマハンディキャップで、 初重症制覇。自創のディスカバリーハンデキャップは、アケダクト競馬場、ダート級ハロンのコースレコードで解消。前年のローマーハンデキャップから5月のカーターハンデキャップまで6連勝。3月のワイドナーハンデキャップで G1 初制覇。カーターハンデキャップでは、後の大守護場であり、当時快速場で鳴らしていたミスタープロスペクターを破っている。また、 この年からニューヨークハンデ三冠に連年挑み続けることになる。ブルックリンハンデキャップ、ウッドワードステークス、ジョッキークラブゴールドカップステークスを制覇。ワイドナーハンデキャップ、サバー,アーバンハンデキャップを制覇。ブルックリンハンデキャップ、ウッドワードステークス2連覇。メトロポリタンハンデキャップ、マールボロカップ招待ハンデキャップ制覇。ブルックリンハンデキャップ、ウッドワードステークス3連覇。 メトロポリタンハンディキャップ2連覇。ウッドワードステークス4連覇の回帰力を樹立。7月4日のサバーバンハンディキャップを最後に引退。引退後は、ケンタッキーホースパークにて予選を送っていたが、1997年に足を骨折し、安楽死となった。27歳だった。ありがとうございます。